ザグレブは、クロアチアの首都ザグレブを本拠地とする、サッカークラブである。2009から10シーズンより、国内最上位リーグであるブルバイ 1NL に参加。1914年5月1日に創設。1952年には、ユーゴスラビア一部リーグで3位の成績を残している。1957年夏に、ユーゴスラビア一部リーグから降格して以来、 トップリーグに昇格することはなかった。1991年のクロアチア独立後に国内リーグ HNL が形成され、長らくクラブは3部リーグに所属した。4部リーグへ降格した2006年、ロコモティバは NK ディナモザグレブのリザーブチームとなった。2006から07シーズンに4部で優勝、2007から08シーズンに3部で2位。 2008から09シーズンに2部で3位と、それぞれ昇格権でシーズンを終えた。2009から10シーズン、ロコモティバは52年ぶりに一部リーグに参加することになった。開幕後3連敗のスタートだったが、その後持ち直して8位でシーズンを終えた。選手たちは、リーグ内で最も若く、30歳を超えた選手は3人だけだった。中、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。